はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の参考書の5編の力試しの解説やっていきます。なので、まあ、そのページね開いてぜひ聞いてみてください。よし、じゃあまず角度4問いきましょう。なかなかねごちゃごちゃしてますけど、で、まず1番が平行四辺形ですね。外が ABCD が平行四辺形で、AE と DE が同じなんですよね。つまりこことここが同じで、もう長さがここが同じって時に、あ、この三角形二等辺三角形じゃんと思ってください。で、二等辺三角形ってことは一箇所角度が分かったらこことここは分かります。なぜならここの丸の二つ角度同じだからね、底角になってるんで。なので今70度使っちゃったから180から70引きます。三角形全部で180だからね。で、70引くと110で、110を2個で分けるから同じ角度なんでね、110÷2をすると55度になります。もちろんこっちも55度です。で、もう一個、わざわざ平行四辺形って書いてくれました。平行四辺形ある特徴があります。それは外の角度あるでしょ、隣同士、例えばここの72とこの部分を足すと180になります。いい、これよく覚えておいてください。だからここの角度っていうのは180から72を引くので108度です。ってことはもちろんここも108度です。隣同士をね足して計算してもいいし、反対のここはね同じ角度になるので108度だと。ってことは X の部分よく見ると108からこっちの55を引けば X が出てくるというのがわかるので、108-55、まあ、一応どうつけようか。で、53度と、これで終了となります。で、2番ですね。これちょっと かなり変わった問題なんですけど、OA と AB と BC と DC が全部同じと。つまり、こことここと、ここと、ここが同じで、ここは90度なんですよね。そう、っていう問題で、 X しかないの。普通 X 求めるときって何かしら角度出てるんだよね。69とか70とか72みたいにあるはずなんだけど、これまあ一応あるとしたらここに90だよね。これしかないと。で、これは二等辺三角形をすごい使う問題で、まずここからいきます。ここね、この三角形 OAB 二等辺三角形です。ってことはここも X で、ちょっと今回丸で書きますね。ここは X になります。で、そうすると今度ここに行けるかどうかなんだけど、この角度ここ 2X になります。そう、ここですね、まあ、ポイントとしては。で、なぜかっていうと、この OAB ちょっと書き出します。まあ、こんな感じなってるでしょ。で、三角形2つの内角、こことここねを足したものは残った1つの内角の外角に一致するってのが三角形にあるじゃんか。だから、この部分っていうのは、こことここを足したもの、つまり、X と X を足して 2X になると。いうのがわかります。で、そうすると今度三角形が ABC、ここに移ってきて、二等辺三角形。だから、ここも 2X になります。で、そうすると、今度こっちです。ここ。ここ 3X になります。なぜかっていうと、三角形 OBC 見てください。OBC。まあ、こんな感じかな。で、ここ、今、ここ X です。ここ 2X って分かりました。二つの内角を足したものは、残った内角の外角に一致するから、X と 2X 足して 3X になるよっていう。ほんと同じことを繰り返してるの。で、どん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 右に進んでってる感じ。で、ここも二等辺三角形なんで、もちろんここも 3X です。で、ここまで来れば仕留められます。倒せる。で、どうやってやるかっていうと、今、最後に一番大きいこの三角形見てください。ここ90度ですね、反対側も。90、3X、X って3つ角度が分かってます。三角形は全部足したら180度ってことが分かっているので、X 足す、3X 足す、90度。これが180度になるよねって式が成り立つんです。X 足す 3X 足す90度ね。で、これ移行すると、
4x イコール90になります。90こっち持ってきてね。で、両辺 x で割ると、嘘、4で割ると 22.5 かな。もちろん分数で書いてもいいと思いますが、一応小数の方がいいかな、個人的には。ここはね、っていう感じ。これで終了です。かなり変わった問題ですけどね。で、次3番です。で、次は、AD が各 BAC の二等分線ですね。ってことは、こことここの角度同じだね。二等分線だから。で、AD と CD。こことこの長さが同じ。ってことは、ここも角度同じですよね。これ二等辺三角形なんで、こことここ一緒だからさ。で、三箇所一緒になりますと。で、これいきなり x 足すのちょっと難しいので、今この丸書いた部分、この角度出しに行きます。で、答えに合わせて、ここ全部 y っておきましょうか。ここもここも y ね。そうすると、さっきと似てるんですが、外の三角形見てください。大きい方。ここ69です。ここ y です。ここ 2y だね。ってことは、69プラス y プラス 2y が三角形だから180度ですよね。点ができます。で、こっから先に y を求めちゃいましょう。で、3y イコール、移行すると、111。合ってる？合ってるね。はい。で、両辺3で割ると、y イコール、左残額で23、37度か。こう。点が出てきます。で、これ答えじゃないからね。で、今、ここも、ここも、37度って分かったから、じゃあ右の三角形、ここね。37と37足すと、74か。で、180度から74引けば、x が出てくるので、x 行く。ちょっとね、書く幅ないんで、もう書いちゃいますけど、180から74だから106。これで終了となります。で、最後ですね。これ、本当はもっと大きい図書きたかったんですけど、ちょっとちっちゃくなっちゃってね。見にくかったら、パソコンで見てる方は全画面表示にしてください。YouTube の方ね。で、これ、かなりちょっと特殊な説明をします。ちょっと頑張ってついてきてね。問題集、参考書の回答の方もかなり角度書き込んであるんですけど、まず、やりたいことは、全部正三角形なんですよ。これね。ってことは、赤丸ついてるところ。尖ってるところ全部60度です。これ正三角形だから。いいかな？ってことは、ちょっとここの三角形見てください、ここ。ここね。60度、87度って分かってるから、残りの角度出せますよね、この三角形。180から引けばいいので。で、180から147引くから、33度になります。で、いつもはね、色合わせたいとこなんですが、ここちょっと青に変えよう。33。これね。ここは33度になりました。で、よく見ててください。今ここ33度ですよね。ってことは、ここ33度ですよね。なぜなら対頂角だから。ってことは、33で同じ、60度同じだから、ここも87度ですよね。三角形の関係上、同じなんだから、残りも同じなんで。で、今度、ここ、対頂角なんで、87ですよね。87、87、外60、60同じだから、もちろんここも同じですよね、33度。あれ？ x のお隣さん33度らしいぜってとこまで来たので、もう x は180、お隣さんはね、180から引けばいいので、ちょ、6っぽくなっちゃったね。180から33を引いて、147度と、これで終了となります。かなり特殊だと思います。でもね、結構出てくる。まあ、正三角形のね、角度の問題は特殊なのが結構多いんですけど、まあ、こんな感じでやってみてください。で、ラストはね、平行四辺形であることの証明。これ苦手な子が多いとこなんですが、まず、平行四辺形になるその条件ってのは覚えてください。これはね、別のページであるんで、ここでは復習しないですけど。で、今回、その中に入ってる AECF、この細長いとこね。で、あれが平行四辺形になってることを証明したいのね。で、使うのは、一組の辺が平行で、等しいと。
それを使いたいですね、今回は。で、どこを狙うかっていうと、ここです。AE と、まあ、逆行こうか。CF。これが平行だし、しかも等しいと。いうことが言えれば、平行四辺形って言うことができます。それだけで。で、まず、今回ここに書いてないんですけど、問題文に、ここ直角って書いてあるんですよね。だから、これ AECF、ここが錯角が同じになってるんで、平行ってのはもう言えるんです、すぐ。90度だから平行ですねって、錯角同じなんでっていうことができるから、あとは、ここの長さが同じってことだけを言いたい。でも、いきなり言うことができないので、これは三角形の合同を使って勝負しに行きます。で、自分はですね、ここの三角形、ここです。ABE と CDF。この二つを使って合同を証明します。いいかな？で、まあ、回答に合わせていくので、ちょっとね、見ながらで、ちょこちょこ遅くなっちゃうんですが、ごめんね。まず合同行きましょう。三角形。ABE と三角形、CDF か。で、これについて合同やっていきますよと。で、合同何使うかっていうと、まず、外は平行四辺形って言ってくれてるので、平行四辺形、ここの長さ絶対同じです。これ平行四辺形の条件から言えるんでね。で、これ縦よりでもいいと思うんですけど、まあ、答えの方にね、平行四辺形って書いたので、平行四辺形、ABCD より、まあ、平行四辺形よりとか、縦よりでもいけると思います。まず、外、AB イコール、CD。これが一つまず言えましたと。で、今回、ここ90度なってるんで、ここもね、直角三角形の条件使っていきます。合同条件は。なので、今、この AB と CD で斜辺はもう言えたのね。斜辺が等しい。だから、あともう一個の角度、もしくは辺。の長さが等しいが言えれば、もう合同条件発動することができるので、そこを狙っていきたいと。で、どこを使うかっていうと、ここを使います。こことここ。この角度が同じっていう。で、なぜかっていうと、平行四辺形だから、今、AB と CD 等しいって書きましたけど、もちろん、平行にもなってます。平行になってるってことは、ここ。ちょ、横になってるけど、錯角の Z。が発動することができるから、こことここ絶対角度同じなんです。いいかな？なので、まあ、答えに合わせて書くと、まあ、答えてあれね、あと、問題集の回答ね。AB 平行 CD の、で、錯角より、今やったやつね、錯角より角 ABE。が、この順番だから CDF か。が、同じ。よいしょ。ですよ、と。これで言うことができます。で、直角三角形の合同条件使うときは、まあ、90度っていうのもちゃんと書く必要があるので、これ書かなくてもいいっていう先生がたまにいらっしゃるんですけど、自分はちょっと安全のために書いておきます。で、そこが、まあ、垂線引いたからだよっていうことなので、垂線より各 AEB かな。ごめんね。ちょっとね、喉の、ごめんなさい。調子が悪くてね。AEB イコール、AEB だから CFD か。で、これは90度まで必ず書きます。3と。で、これでね、条件が3つ揃ったので、いいかな。1、2、3より。これね、下入るかな。ちょっと心配になってきた。1、2、3。より、直角三角、これ直角三角形出て答え書いてあるのか。自分、そうか。一応書こうか。直角。個人的には、まあ、自分が作ったんであれなんですけど、直角三角形出て別に書かなくてもいいかなと思います。直角三角形で斜辺と、こっからでいいかな。斜辺と、これ右側入ってる。あ、まだいけるね。一つの、A 角がそれぞれ等しいから、これでいいかな。で、合同が言えましたとか、やべ、知ったかね、ギリギリになるかな。三角形
もともと言いたかった ABE 合同三角形 CDF がやっとこれで言えましたと。もうこれだけでもね、一つの問題じゃねえかってぐらいのボリュームなんですけど、まだ続きます。で、結局欲しかったのは、ここ。ここね。この長さが同じってことが言いたかったので、ここで、まあよく使うやつはね、対応する辺より、辺より、AE イコール、番号つけてるかな答え。つけてね。よいしょ。CF か。これが同じと。まあ、これがね、この4番が欲しいがための証、あと証明っていうか合同ね、証明やってきたんですけど。で、ここで、まあ、答えに合わせるか。各 AEF イコール、各 CFD か。90度の錯角かな書いてた。90度よりか。90度。待って、AEF と、CF、あ、そうか、CFE の方か。CF、ごめんね。CFE イコール90度より、今ね、自分が思いつく回答で書いていいんだったらあれなんですけど、多分ね、問題集のものの方と、なんだ、書いてることが違うとね、みんなにとってパニックってしまうかなと思って、ちょっと合わせて書きますね。間違えました。喋りながら書いて。よいしょ。より、錯覚が等しいから、AE と CF が平行になってると入るかな。平行 CF。 あ、これギリだね。ちょっと下ごめんね、こういうの良くないけど、5番と。で、やっとこの4番5番でその一組の辺が平行だし等しいってことがゲットできたので、最後それ書いて終わります。で、4、5よりさ、一字一句合わせよう。ちょっと待ってね。より、一組の向かい合う辺が、一組の向かい合う、待って。辺が、平行で、おいー等しくてが先だった。平行、こっち行こうか。等しくて平行なので、ギリ入ってるね、平行なので四角形 AECF F は、待ってね、字汚くてごめんね、平行四辺形入んなかった、あると。ギリかな。はい。これで終了となります。で、ちょっとね、もしかしたら細かい表現違うとこあるかもしれないですが、基本的な流れはこんな感じでやることができますので、ぜひね、こんな感じでやってみてください。では、今回は中学校2年生の参考書の5編の力試しの解説やらせていただきました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。では、違うとこもね、まだ撮影しておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。